鈴木サイオンってなんで国内と海外の評価こんな違うの？日本国内と海外の評価違いすぎるのくさ。海外では活躍してるからな。ベルギー最強 GK だし代表だと役立たずのゴミとかすから日本人にはボロクソ言われてるだけで。アジアカップの時は他の国からも日本の弱点は GK って言われまくってたぞ。ベルギーの GK って弱いのかね？ J の権田の方が上手いしベルギーって上田もゴールしまくってたけど、上田ってオランダとかではあんまりだもんな。日本が一つのミスを延々と叩き続けるゴミがいるといういい例だよ。サッカーに限らんし、若いうちにミスしてそこから成長していけばいいだけだしな。実はザイオンってまだ21歳だからな。ザイオンは見事成長してるわけで成功だしな。森安は先を見据えてるけど、叩いてるアンチは目先しか見てないのよな。これはにわかに顕著。そう言い続けてれば日本人はアホだから騙せるからな。ネットでも叩く風潮が強すぎるんだよな。リアルで21歳が失敗してもそこまで叩かんしな。それって代表しか見てないにわかな奴らだけだろ。ザイオンと全く同じなのが伊藤だな。バイエルンに行く奴が国内で叩かれまくってるからな。アジアカップでイマイチだった菅原とかもだけど、獲得する側が代表の数試合だけで判断するわけないもんな。ザイオンマジでビッグクラブへ行ってくれ。今回紹介した記事や引用した内容については、概要欄に記載しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。当チャンネルは小ネタやネット反応集やサッカーの最新情報を紹介しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いいねやコメント大変励みになります。サッカー談義に花を咲かせましょう。